はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん。ボンドで不思議なスライムを作ります。一般的なスライムの作り方っていうと、放射と洗濯のりとかを使って作るんですけれど、今回はね、洗濯のりじゃないんです。ボンドを使って作ります。これは海外製品でエルマー接着剤って言うんですけれど、まあね、日本だとこういう普通の木工用ボンドみたいなものと似てますね。まあおそらくね、この普通のボンドでもできるかとは思うんですけれど、ちょっとね、分量も少ないので本格的なやつを使って作ります。材料はこちら。それでは早速作ります。まずはボウルに接着剤、そしてお水、そして着色料です。はい、これで混ぜます。はい、こんな感じでしょうか。そしたら別のボウルにお湯を入れます。そこに放射を入れます。そして混ぜます。そしたら先ほど作った、接着剤の液の中に放射を溶かし込んだお湯を注いでいきます。でこの時かき混ぜながら入れましょう。これで固まってくるはず。おお、来てる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 、来てますよ。で、ある程度固まってきたらもう手でいっちゃいましょう。よく混ぜてしっかりね、こうなじませていきます。ほらほらほら、いい感じになってきましたよ。じゃじゃーん、スライムの完成です。さあ、いかがでしょうか。もうパンのようにふわっとしてますね。わかります、この感じ。完璧だね。我ながらいい出来だ。全然ね、こうくっつかないんですよ。もうしっかりしてます。はい、3色作ってみました。かなり綺麗ですね。いやー、いかがでしょうか。すごいでしょこれ。なんて表現すればいいんだろうな。僕らが知ってるスライムではないんですよ。スライムってこうちょっとベトベトした感じがあると思うんですけれど、もう全く違うよね。ちゃんとスライムみたいに伸びるんですけど、パンを作ってるその途中の生地みたいな、このくらいしっかりしてます。伝わったかな、どうでしょうか。ね、ちょっとまあ映像だけではね、完全に伝わらないと思うので、ぜひ一度ね、作ってほしいと思います。分量間違えなければ誰でも簡単にできると思います。ぜひ一度お試しあれ。今日のことわざ、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。知らないことを人に聞くのは恥ずかしいが、その時だけで済む。聞かずに知らないまま過ごせば一生の恥になってしまう。そういう意味です。知らないことはすぐ人に聞けという教えですね。で、ずっと聞かないで一生の恥になってしまうぐらいであれば、今すぐ聞いてしまった方がいいんじゃないかということですね。つまりね、学生さんとかであれば授業中、わかんない、初歩的だけど、はい、質問、これ大事ですね。ではサルマじゃ。